6。暗く深い監獄の中、黄色いレインコートが駆け回る。聞こえた？ほら、誰かのお腹が鳴る音だ。電波塔から生還した際に発言した暴食を携え、胃袋の名を持つ巨大な監獄で頂点に上り詰めたリトルナイトメアの看板主人公。モーデはその暴食に苛まれ、数々の惨劇を引き起こすが、これが彼女にとって意図的なものであったのかは定かではない。ただし、ところどころ良心の欠如、いわゆるサイコパスな行動が見られることもまた事実。彼女の回すオルゴールには不思議な力が宿り、電波塔内部では超次元空間を調律していた。しかし、モノの破壊がきっかけで電波塔が崩壊、歪んだ回電波が6の記憶障害をもたらしたとされる。